全然目合わへん。都合悪い時全然目合わへん。持っちゃいかない。持っちゃえちゃえちゃえ。南條いじったら三島笑うねんな。三島ね、ほんとファッション上だし。置いてかれちゃってるよー。望むところ。じゃあちょっと住民のファッションチェックしてもらうか。せっかくあの吉井に来てもらってるんで、住民とかその三島が今持ってる服で勝負できるやつあったら、いいね、ちょっと勝負服教えて。なかったら買いに行こうよ。買いに行って、うん、コーディネートしよう。コーディネートちょっとじゃあコーディネートします。タラバワイ、タラバ、タラバ今回ズワイに買う。ちょっとポケットがいっぱいになってね、ゆるい感じでやんねんな。いやでもルールとして新しい新種を1個取れたら OK にしようっていう、うん、なるほどなるほど。ズワイとメンダコも取れてるんで。あ、メンダコね。カバンに似てるやつ、うん、服もあれか、あ、あるやん。いやいや、でもそこまでないのよ。あ、ほんまやな。これちょっとじゃ あ, かあの店見に行くか。やっぱあるものでどんだけコーディネートするかがおしゃれやから、まあ、それやな。るほどな。なるほどな。やっぱここで一回賄えへんやつが外行って賄えるかって話やから。厳しいな、急に。急に自分の分野に入ってきたら。ほんまに急に語り出したで。うん、やっぱそうやんか。じゃあ冷蔵庫の中のもんで料理作れるやつ、うん、それが料理うまいやつであって、伝わってるから。それ作られへんやつが食材ええもん使っても美味しいもん食えないじゃないですか。皆さんもね、そのタンスの中で3ポーズぐらいは作れると思うんです。ポーズ1回ワンポーズ、自分の自信のポーズを作ります。そっから派生でいいんですよ。気に入ってるパンツを主体にして。客層会えへんって、うちとは。失礼やな。おるめちゃくちゃ失礼やん。ガサツな。世界のアイボンでやってるから。アイボンでやってる、国のアイボンでやってるから。帽子なぁ、もうないなぁ。ちょっとアバターに来てんのね。メール来てるで。あれもいいな。あれ読んでないんです、うん、読んでない。もうだからもうパンパンや、ポスト。そう、パンパンになってる。さっきちょっと言いかけたけど、そのファッションとかも楽しめるから、うん、そういう面でも大バズりしたんですよ。ああ、いいね。家のインテリアも遊べたり、なるほどなるほど、好きな服作れたり、細部こだわれんのね。街も作れるってこと、うん、もちろんもちろん。わあ、これ全部作ったんや、自分らで。自分ら、いや、三島の奥さんかな。え全部。全然目合わへん。都合悪い時全然目合わない。なんでカード頼むの。いやってな。なんであいつ、あいつつまみ出せみたいな。全部言ってくる。いけるな。ほら、あるやん。ありますね。あ、この紫の帽子とかいいんじゃない。いや、あれ、防災用用ちゃうの。あ、上な。この青いネズミは何？店員？店員。こういう店員さん。こういう店員やよな、セレクトショップとか行ってさ、ずっとついてきて、ね、なんかお探し物はございますでしょうかみたいな。そういう店ってさ、だいたい歩合制やね。セレクトショップである程度基本給があんねんけど、自分が売れたら、そう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 、だからついてくるの。そう、売りたすぎて、そう、何十万売り上げたらこれぐらい上がりますよみたいな昇給システムやから。そうなん、多いねんな東京のセレクトショップ。売りたい、うん、じゃあここも歩合でやってんの。歩合、歩合も歩合よ。買えへん服、この服やったら試着室入られへん。うん、濡れてるから。そんな細かい設定あんの。だって店員がさ、一番嫌なお客さんって何やと思う。何、服屋の店員が一番嫌な客、うん、服買わへんとか、うん、服触るとか以外におんねん。これ嫌ですよってみんな口揃えて言う。臭い、汚い。まあな、臭い、汚い、うん、まあそれはもしかしたらその人悪気ないかもしれへんや。何やと思う。うわ、なんやろ、皆さんもやってるかもしれないですよ。しゃべる、あるある、唾飛んだりするから。ああ、唾飛んだりするっていうのはどういうこと。え、しゃべるだ、でかい声、むっちゃしゃべる。あ、でかい声。唾飛んだら服についちゃうよな。そうそうそ う, そう、汚れるよな。汚れる。その派生で一回考えてみよう。ドリンクや。ああ、正解。飲食、スタバとかさ、あの、あ、特にアイス系とかって、なんか水滴になるやんか。で、それで服触ったら乾くけど、値札とか触った時にもう髪がもう再現できひんやんか。だから、うわ、嫌やなって思ってる店員に限って、あ、お飲み物こちら置いときましょうかとか言ってんの。だから大丈夫ですって言ってるお客さんおるやんか。もう店員からしたら、いや大丈夫ちゃうねん、こっちが大丈夫ちゃうねん。そう言ってくれたらいいのな。で、いまいちそこピンと来てないかも。いや、言えんくない。言われへんのちゃうか。それ言えんくない。その持ち行っちゃう人は多分全く悪気はないと思う。そう、持ち行っちゃう人は。そこはええやろ。そこはええやろ。伝わってて。持ち行っちゃうと、持ち行っちゃう。値札とか、めちゃうから。そう。
で意外じゃない値札塗れるって。ああだからあれで一気に中古感なんのか。そう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 、綺麗なとこ、それ嫌や、あっこみんな見るしな、うん、皆さんお店にドリンクは持っちゃいかないでください。持っちゃえちゅちゅちゅ何錠いじったら三島笑うねんないやそれはよく気づいてるな。お互いにそうお互いにそう自分では差しに行けないとこを差し伸ばしたらって楽しな自分の手は汚さずなそれあるあるやな。なんかかゆいとこに手届く感じ。これおしゃれやな。あらこれ自分の、これ今自分のやつだけ。あいいやん、もう数少ない服で合わせたら。なるほど、おしゃれおしゃれ。なんかラあのフェスとか行ってそう。ウィンドブレーカー羽織ってもいいかもな。あーちゃ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 。あーでも楽しんでるね、まあ、でも今日ヨシイが着てるジャケットこんな感じで、履いてるズボンこんな感じない。ああちょっと柄のね、ちょっとジャケットを羽織ってもらって、えもう一緒ちゃうか。これに俺はもうそのチームメイト、まあ、そう下のね、あの迷彩じゃないっていうとこだけで、この柄はこれで、これでチューリップハットがちょっと違うけど、うんね、まあでも感じは似てるよ。いやいやポーズせんでいいね、そんな足トントントン俺はこれで出そうかな。これでいいですか、もういいですか。待ってください、さっきのちょ一回なんか店見に行こうよ、いいのあるかもしれない。ああ分かりました、これは一回置いといてね、うん、でも手持ちだと思う、ヨシイが。いやもう手持ちこれ限界やな、うん、限界。ヨシイがちょっと一回これに直すとしたらを見たいや。正直ズボンはちょっと変えたいの。変えたいね。よし、そうね、いいけどこれ、うん、ちょっとドリンク手持ちで持って入りたかったほんまやな、置いときましょうか。めちゃくちゃ文句言われるかもしれんな。ああいやカジュアルあるで。あほんまやん、うわあれもよし持ってた。なんか水色のやつ、どれこれ、こんなんなんか見たことある、あのラックね、うん、プローバーか。ラックっていうのこれ、あプローバーアウターね。まあこのガボってかぶれるね、これシャカシャカじゃないんかな。ちょっと一回羽織ってみる、この辺かな、色で言うと。あ三島ね、ほんとファッション上達してる。何これやっぱあの色を拾ってんのよね。帽子のオレンジとこのリブカのコードに気づきました。コード合わせただけやろ、これは。色拾ってんの、拾うっていうか、うん、置いてかれちゃってるよ。いいよ、望むところや。もう下行ってちょっとズボン、あーしらさっきの前か。あこれはズボン数、これはやっぱ品数少ないね。これはもう原宿でしか無理よな、うん、さっきのいいね。ちょっとちゃうか、今日は少ないね。やっぱりね、この電車乗ってて行き先が分かる服装ってダサいんよね。うおー、このうわ原宿やんとか、あお銀座ですよこれはっていう、こう行き先見える服装。たまにその阪神のユニフォームみたいに着てる、甲子園やん。いやそれはええねん。それはそうか、後楽園やんはええねん。あ三島ちょっと分かってほしいな、どうする。じゃあこの迷彩のパンツがダサいって なってたやん。今なってますね。全然ダサくないやん、半ズボン。別にこの合わせ方やったらダサくない気もしてる。半ズボンプラスタイツもあったで。いやちょっと考えてみ、迷彩ってカジュアルやんか、俺よくやってるやん。きれいめにカジュアルを合わすことで、思い出して、カジュアルが浮くやんか。ってことはどういう系。何何何何、そういう系。そんなノーカラーコートでいくか。一回着せてみ、着せてみ、ほら見てみ。あいいやん、こっちや。どう思う。俺こっちやけど、さっきの迷彩がそんなうるさくなくなってんやん。 ただ中どう、これでいい。中が良くないね。そうだよな。中が良くないね。中はでもあれついてんだよ。なんでやと思う、なんでやと思う、なんでなんでこの中が良くないと思う。中がちょっと遊びが少ないね。そうなのよ。そうだ、そうだ。どう思う、だって色を全部拾ってるやんか。これでも俺ついてきてんじゃないの。ああそうか、中までは選ばれへん。おいこれ、これはだからここさえ良かったらなっていう服あるねんな。え、これ中もっとガチャガチャさしていいってこと。いや中は色が拾い合ってんのよね。拾い合ってる、黒と白と灰色系って。あまりにもうこの3色が。でもっと言ったら帽子と靴も拾い合ってるけど、拾い合ってるって言わない、色合い的に似てる。ちょっと広いやからいいと思うねんな。あ、いいや。うん、でも中はちょっとやっぱ金目くん変えた方がいいよな。水色のブーツどう。ん靴水色。黙っとけ。おーおー、ちょ、いやいやいや、絶対これじゃない方がいいや。迷彩履いちゃってんのよ。え、これはもう上半身と下半身別の人や。誰が言ってんの。ちょっと誰が言ってんの。そうね、
吉井が、吉井に言われたんやろ。ほんまそう。お前は黙っとる。吉井に言わせろ。いや、あれで歩いてみ。あれで歩いたらもうケンタウルスやな。じゃあそんな別の人や。ケンタウルスファッション。そんなのケンタウルス。生き物も違うもん。すまんなんだ。別の人やもん、これは。これは分かっちゃわれへん。影響、まあ、おしゃれ、かわいらしい。だからこの靴の茶色はいいよね。いいよね。帽子ちょっとじゃあ、置かない？どれがいいの？で逆にさ、どう思う？ああいう、そういう系？あ、ちょっと色がね。靴だけで外すっていうおしゃれもあるしね。靴外し。全部モノトーンコーデで靴だけで外すっていう。ないやん。ないのよ、帽子、残念ながら。あちょっと在庫キャップとかでもよかったんやけどな。店員さんに話しかけて他店在庫あるか聞いてそんなシステムちょっと調べてもらうか1店舗だけやもん。調べてもらうか。静岡残ってるとかあるかもしれないどこまで取り寄せる。明日お取り寄せ行ける。遠いな。これで半ズボンも行ってみるか。半ズボンにあの希少すぎる。それはいや、まあ一回その、うん、どれ半ズボンどれがいい。じゃあ灰色ちょっと行ってみて。うん、いいよいいよ。めっちゃおしゃれ。なんかこんな人いる。いや確かに確かに。悪くないな。え成長してるやんこの動画の中でこいつ成長してやがるまあ俺は絶対これはやらんけど、うん、でもそれやったら靴さハイカットの方が良くないか。あそもう分からないんよ。あのこれしかないんよ。あのトレッキングブーツみたいな青の方がいいんか。おしゃれに見えてきたな。あーいいぞいいぞ。まあ、この辺じゃない。もう一個上はもう一個上どんな感じ。こいつな。あー、緑ない。いいやんいいやん。おしゃれやな。もうこれだけでどうです。いいよ、うん、気する。でもめちゃくちゃおしゃれ。気合入った男やな。そうやな。ちょっと短パンが、ちょっと短パンがだいぶ。いや短パンなんか、うん、どう思う。この帽子じゃないか。あ帽子か。この帽子気合入りすぎてないか。帽子なしでいいんじゃん。もうじゃあキャップぐらいがあればいいんやけど。そうないねんな。ないよ。そうやねん。だからやっぱそのモード系はそのキャップでカジュアルに落とし込むっていう。そうやねんな。そうしたいねんけど持ってなかったか。もう家にもないね。靴これでいいかな。もうここはもう好みよね。茶色の方がいいと思ったらやっぱ、まあ、この青の方が、うん、まあこれもいいね、うん、これはもうモテ服よね、うん、正直、うん、このコートってオーラリー。モテ服なの。かなめくんこれオーラリー何オーラリーじゃない。何オーラリーって。あーあるんですよ。オーラリーしちゃうよ。ブランド、うん、オーラリーな。桃色とかもあるで。前か桃色言うてる何や何色やねピンクかや。ピンクやピンクかやピンクかや。ピンクやめちゃくちゃキレてるよとりあえずじゃあこれで一回出てみるか、うん、うわめちゃくちゃおしゃれやんめっちゃおしゃれだったやん。確かにおしゃれ。確かにおしゃれやな。めちゃくちゃおしゃれこれはちょっと写真撮っときますか。値段高いな。店の前で帽子外せるパターンあるって言っちゃう。あ外せますんでちょっと。メガネも1個1を持ってるから。ああいいね。メガネでもあのなんかなアユみたいなやつ、ね、そうなんかあんまり。うわしゃれてる。これはちょっとやりすぎてるな確かに。いやいいよいいよちょっとぐらい、ね、目立つねこれは。めちゃくちゃおしゃれ。あ、うん、靴かっこいいね。帽子私も1回いっとこうか。帽子違うのないんか。ああこれはもうだから韓流よね。韓流、うん、韓流やな。確かあの色あったからいいんか。でもこれもおしゃれやけどな。いいよ。メガネしてみようか。メガネしてみよう。メガネ、これかこれ。ラウンドやね丸いね。ああまあでもいいね。まあちょっとまあキャップメガネっていうパターンも、まあ、おお、もうとんでもないやつやな。こいつ上級者やな。これはえぐいね。ちょっとやりすぎかメガネない方がええかな。こんなさ、メガネない方がええんかなって三島が言うと思ってた。確かに嬉しいよ、うん、普段も鏡の前でこれぐらいの悩み方してるってことも。やってます。うわ嘘つけ嘘つけ。その子供おったらこんなんできへんねんまあでももうめちゃくちゃおしゃれよ。めちゃくちゃおしゃれできれば帽子もちょっとあったらな。素晴らしい。ありがとうございます。いや見事これはいいんじゃない。成長したね。というわけでご視聴ありがとうございました。いや我々がいいねそれこれってお開きおっ、はい。